はいこんにちは中学受験算数今日は単位が嫌いな人へっていうタイトルで、えー、やってみたいと思います、えー、まあ、体積のね、えー、単位をに強くなる、えー、方法というのでね授業してみたいと思います、えー、中学受験桜ら,らチャンネルは私滝川直樹が35年間の、えー、塾業界での経験とノウハウを てて公開しいいくという、えー、チャンネルです。よかったらチャンネル登録そして再生リストにも飛んでみてください。学校で嫌なことがあったりね嫌なやつがいてねひどい目に遭わされたりしてもねゆっくり落ち着いて聞いているうちにだん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 ああこんなやつら怖くないなって思えるような夢のような動画に 出会えるかもしれませんさあじゃあ早速やってみましょうさあ体積ねさあこれ一辺が 1cm1cm1cm まさにこの形これ1立方センチメートルと言いますねでもう一つ1立方センチメートルと1トルこれ一緒です全く一緒です、ね、さあじゃあその次の単位1立方センチメートルが100個集まると これね1デシリットルなりますデシリットルというのは1立方センチメートルが100個集まったものですからね、えー、これ100立方センチメートル100ミリリットルと一緒ですさあそしてその次これしっかりね押さえてください1リットルねえー、スーパーで売ってる紙パックのね牛乳なんかほとんど1リットルですけれどもさあ1リットルというのは この1立方センチメートルがどれだけ入っているかというと、1リットルのや、縦が10センチ、横が10センチ、高さも10センチの分の水の量を1リットルと言います。ですから10、10×10×10 10ですね。10×10×10 10 10ですから、0が3つ、ね、えー、ついたもの。1000立方センチメートルです。このイメージをしっかり持ってください。1リットルは 10×10×10 10 10で03つなんだ。 1,000、ね、立方センチメートル1は1,000立方センチメートルで、えー、これミリリットルも同じ1,000ミリリットルねでちなみに1デシリットル100ミリリットル100立方センチメートルですから1リットルは10デシリットルです1デシリットルが10個集まると1リットルになりますさあその次1立方メートルね一辺が1メートル1メートル1メートルの大体いいこんなもんのね、えー、水槽の水の量を1立方メートルと言います さあ、1立方メートルはこれ、いくつ集まっているのかっていうと、縦が1メートル、横が1メートル、高さが1メートル。つまり、縦が100センチ、横が100センチ、ね、高さが100センチ、えー、集まったものですから、100×100×100 100 100なんです。100×100×100 100 100ということは、0が1、2、3、4、5、6個ですから、1×1×1 が1で、そこから0が1、2、3、4、5、6個。100万立方センチメートルです。ね。 0が 100×100×100 100 100の06個の100万立方センチメートルなんだということですね。さあ、そしてもう一つの視点はこの1立方メートルが何リットルなのかね。えー、これはまあ、えっと、100万をね、この1000で割ってみると100万から0を3つ削ると3つ残りますね。ですから1立方メートルというのは1000リットルなんです。ね。1000リットル。 で,でまたの名を1キロリットルともいいます、ね、で、えー、実際にねこれ1立方メートルの中に1リットルをね並べてみましょう一辺が1 0 0ンチのところに1 0ンチの1リットルを並べていくと縦には12345678910個並びますよね さあそして横にはどうかっていうとね1 0ンチですから個並びます。ですから下の1段に 10×10 10の100個並んでるんですよね。でこの100個並んだのがなんと12345678910段あるわけです。 そうすると 100×10 でやっぱり1000リットル1リットルが1,000個積み上がった時に1立方メートルになりますね。 さあ、1立方センチメートル1ミリリットルこれが100個集まると1デシリットル100立方センチメートル100ミリリットルと同じこと1リットルは 10×10×10 10 10の1000立方センチメートルであり1000ミリリットルでありね1デシリットルが10個集まったものそして1立方メートルというのは 100×100×100 100 100の100万立方センチメートルであり 10×10×10 10 10の1000リットルなんだとさあその上で単位換算ねえこれしっかり理解した上で単位換算のコツです、ね。 え実際にこれが分かっていても単位換算できないとねいつも1個ずれちゃいますさあこれ簡単なんです750立方センチメートルをリットルに直しなさいと言われた時にどうするかっていうとねえー、とえー、とえー、とえとええとって考える前にね1000立方センチメートルを1リットルリットルに直す時には1リットルいい1000を1に直せばいいんですつまり0を3つ削ってるんですよね 1000立方センチメートルが1リットルなんです。ですからここからゼロを3つ取ればいいんです。ゼロを3つ取るというのはここから1、2、3ここに小数点があるつ,つ。つまり0.75リットルってことです。いい？立方センチメートルをリットルに直すというのはね立方センチメートルからゼロを3つ奪えばリットルになるんです。 ここから0を3つ奪うと123ここですだから0.75同じなんですみんな2 0 0トルは何リットルかねえー、これも一緒ですミリリットルと立方センチメートル一緒ですから1 0 0 0トルが1リットルなんだよねだからミリリットルをリットルに直す時っていうのは0を3つ取ればいいんですさあここから03つ取ると123ここに点がつきます0 2リットルになるんです 1101001000万10万80万立方センチメートルは何リットルかねさあ、えー、これも同じですね1000立方センチメートルが1リットルなんです1000立方センチメートルが1リットルだからね立方センチメートルをリットル直すときには03つ取ればいいんですこれも03つ取ればいいんです800残りますね800リットルです さあ、今度、0 0 0 5 3ルを立方センチメートルに直しますさあ0 0 0 5 3ルとかっていうとね、えー、ちょっとねびっくりしちゃいますけどさあこれ簡単なんです。リットルを立方センチメートルに直すときには1リットトルルが1000立方センチメートルでしたね,ね。だからリットルを立方センチメートルに換算するということは0を3つつけるつまり1,000倍すればいいんです。 さあ0.0053リットルを1000倍します。さあこの小数点から1000倍1個、2個、3個、03つ分ずらせばいいんです。ここに来ます。5.3立方センチメートルになります。ね、1リットルは1000ですから、1、0を3つつければいい。0を3つつけるということはここにずらす。さあその次。 1一十0千0 0 0 0 0万10万50万立方センチメートルを立方メートルに直しなさいさあ1立方メートルは 100×100×100 100 100 100、ね、100万立方センチメートルつまり123456個ですです、ねえー、ですから100万06個立方センチメートルが1立方メートルなわけですつまり立方センチメートルを立方メートルに直すには0123456個削ればいいわけなんです さあ、06個削るってのはどういうことかっていうとここから123456個ここに小数点を打てばいいつまり0.5立方メートルってことになるわけです機械的にやれるんですよ、ね、もちろんパッパッとできる人はパッパッとできるといいでも単位っていうのはね忘れるんですよね 忘れた時にこのやり方を知っておくと確実に確実にあの安心できます。心が落ち着きます。さあ0.63立方メートルをリットルに直しなさい。ね。さあ1立方メートルは1000リットルでした。つまり1立方メートルをリットルに直すときには1000リットル。つまり0を3つつける。1000倍してるんです。 つまり0.63立方メートルをリットルに直す時は1,000倍しますここから123とずらしますと630リットルですよね,ね。これが単位に強くなる方法です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。